完全オーバーシアの声なんだよ、なんでもな。何言ってんのこの人、ほんとわかんない。あ、やっぱあれか、ウェスカーの人。アレックス。アレック。めっちゃ笑ってはるな。アレックス・ウェスカー。ウェスカーがもう一人。どうしちゃったの。オイラはどこだ、どこへやった。オイラはどこだ。葬ってやった一人残らず、そう絶望という恐怖のもとにな。お前が殺したのか。今お前がって聞こえたわ。お前が。最後はお前だ。どうしたんだ、アシュラ男爵みたいになってる。バトル感、なんか流れでバリ編始めてもだけど、後で必ず殺してやる。ものすごい英断の落石攻撃やな、危ない。立て、こっちだ。そういうとこやぞ、バリー。モイラーに嫌われるの、そういうとこやぞ。歩けるか。え？おんぶプレイじゃないの？あ、おんぶや。安心感。おお。あいつはアレックスですか。半年前の実験の死亡者。オーバーシアのこと？ああ。やつの実験にモイラも巻き込まれて。何のためにこんなこと。最悪だ。あの人は生まれ変わるって言ってた。生まれ変わるだと？ウイルスでか？そんな実験のために娘は犠牲になったのか？誰が見んねこの低い位置の地図。ごめんなさい、私よく覚えてなくて。ああ、すまないナタリア。無理に思い出さなくていい。悪かったな。なるほど。トパーズって急に裸で置いとくのやめてくれよ。バリー、大丈夫？なんかあんの、あそこに。ああ、大丈夫だ。ただこうしてると、ついモイラやポリーの小さかった頃を思い出してな。仲良しだったの？あっちに、あんなに。昔はな、近頃の俺とモイラは喧嘩ばっくりだった。あの子も大人なのに。モイラが悪いことするの？戻んないとってなのかな。いや、モイラは悪くないんだ。悪いのは俺の方さ。どうしようもない父親だった。モイラとポリーが俺の銃をおもちゃにして遊んでいてな。モイラが謝ってポリーを、事故が起きたんだ。あら、妹さんやったっけ、ポリー。いや、俺のせいさ。だが俺はモイラを怒鳴りつけて、あの子を責める資格なんてないのに。ポリーはかすり傷だったが、モイラの心の傷がそれからギクシャクし始めた。バリー大丈夫？すまん、難しい話をしたな。
またあの子を助けることができなかった。お前だけは島から助け出してみせる。約束だ。うん、ありがとう、バリ。なかなかいい感じのエピソードですね。大丈夫、もう歩ける。え？そうか、無理はするなよ。あ、そんな急に歩けるようなんの？え、じゃあちょっと待って、取ってきますあれ。結局戻んのかいって。なんか、あー、ここにもあったか。裸で置いとくなって、こういう宝石を。ってことはメダルもあるな。つって11分の1しか取ってなかったかな、さっき。しかも登ってきたな。あれっすか、水が抜けたんか。え、ちょっと待って、水抜けたらもう取れんってこと？っていうか、これアイテムじゃねえ。ライト光っとるだけやん。チーク！あ、ちょ、チンであるかなあかんやん、そういえば。チンできんのはナタリンだけやねん、もう。お？あった、やっぱり。おじちゃん、あれ。たまちゃん。おう、結構あった。トップラズ。わーおい。ちょっと行ったところですよね、やっぱね。あ、これやったね。橋を下げましたね、そういえば。アサルトの弾、8発ってやめろ、8発ってお前。砂があって、マグナムが3発、ハンドガンはいっぱいあると。まずは地上に出ないとな。来た道戻んの？あそこに何かいる、気をつけて。危ない、当たんのかと思って。あ、こいつ登れないんだっけ。ほらほら、あー、ヘッドショットしたかった。ちょちょ、やめろお前。起き上がりなさい。あかんとこから降りらんない。あ、行けんくなってる。うん、あ、起きた。上がれないゾンビと。お前フォーのゾンビより頭悪い。ヘッドショットで倒せました。アザマウス。そこに何かいる、気をつけて。あれも起きんの。石あれば投げたいな。石、おお、なんだこんな急に。たまちゃんいっぱいくれる。たまちゃん、ああ、せい、ためパン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 、いいね、ワンパン。明かりちょっと照らしといて、ちゃんと。曇り、ガラスの向こう、うわ、クゾ任せ、へい。クゾ任せって言った今。よくないよくない。当たり、あ、ちょっとずれた。あ、追い打ち攻撃。なるほど、
ナイフ型でしたね。ここも油断はできん。ナタリア、大丈夫か？うん、大丈夫。チン。クーマオーリー、ガラスの向こうは俺の友達。ヒー。大体友達。地元じゃ有名だったぜよ。あそこに何かいる。気をつけて。じゃあ虫、かかってこい。俺のナイフがさえ渡る。はい、はい。ヒー、ヒー。弾なんか使わねえぜ、ヒー。ちょっとめんどくさいわ、ちょっと。めっちゃ来るやん。あいつ、届かねえか。レンジ街キキ、この虫たちもちゃんと階段を使って出てくるな。急に壁使う。おい早送りやろもはキコちゃんかこれ。何？あの虫までちょっとザコに引っかかってなかったよ。あれ一匹どこ行った？あここもジャンプできんくなってる。今気づいた。外に出ないとなっていうけどあれかね。クリア編で、おっと、あんなとこに小さな手のやつやん。あいつどこまで歩いてた？あこの上はなんか復活してたりすんのかな。なんもないか。そんなわけないだろ。チンがあんだろ。ナイーつって。あそこに何かいる。気をつけて。何かいるゾーンが多いのよね。この裏にも何かいる。あそこに何かいる。気をつけて。あとおじちゃん。あしゃがん。あやいやいやいや。いやおい、お前も来れんのかーい。はい、オプーダタイム。やいちょー。これはアサルトの弾薬ケース。お久しぶりだ。お、なんか実績来た。時を超えた協力、水門の向こう。なるほどね。そうなるわけね。クリア編でやっとくとできますよがあるわけか。初めてじゃないの、そのちゃんとこのシステムちゃんと使えた。にしてもちょっとナタリーにあの石欲しいの。おっと、こんな隅っこに。ハンドガンじゃないんだよな、欲しいの。後で蘇るパターンかな。ちょっと待って、あの L で L なんか連打してしまうのはコールオブデューティーの癖です。なんか上に持ったよな。あいつらもまあ不意打ちでやりたいとこですけどね。あーかかってこい。ちょわ。ためパンチを食らえ。おっと、ヘッドショット一発。
ちょい、ちょいや、ちょいや、多聞存の儀、ちょいや、ちょいや、なんや、起きんのかいな、ちょいや、ほらー、ブーン、いいぜ、ためパイン、ためパインパイいいっすね。なんのってこれ、おう、待って、あの上どうやって行くの、え、こっちも、水位上がんのか、もしかして、うわ、あそこすごいな、木箱2に、あそこに見えます、あれ、あ、撃てる、ちゃちゃちゃ、もうちょい下、もうちょい下、もうちょい下、いいえ、なにこれ、どうやって行くのこれ、ちょっと上がれねえんだよな、おい、なんやお前、やれたんか、そうやって木箱再設置の儀はね、ここ登れんのね、石がゲットンできると、ゆっくり上がる、なかった、なんかないっつって、あれ、石、あ、石持ってた、私、ちぇ、あそこに何かいる、気をつけて、石どうやって投げんだっけ、これか、えいやえいやもやもやが消えないの、そこに何かいる、気をつけて、違うんかな、壊れちゃったか、これはモヤモヤ消えないの、ちょっとどうにかしてほしいな、あ、ダッシュ、ダッシュすると結構スムーズに上がってくやん、でもこれまた後で水位が上がる的なやつがありそうですよね、おや、時を超えた協力やん、AK、AK、なるほど、AK の方がまあ威力が高いんやろな。NSR か、あれ、安定は NSR の方がいいイメージはありますけどね。なるほど、銃がね、もらえたと。さあ、センス発動して。あ、ちょっと待って。でも、ナタリンの石で、やった方が。あ、壊れちゃった。ポイントもらえてんのかな、これで。また。おっと、ちょっと待って、チン。トパーズかい、トパーズかい、こんなとこあったっけ、あ、バールで開けた跡がある、あったわ、ちなみにね、ちょっとチンチンじゃねえや、あの、見さしてね、じゃあ、おじちゃんが邪魔で降りらんねんだけど、
に。まあ。あれ。パリ、向こう、なんかいる。久しぶりやな。ちょ、行き過ぎ。行き過ぎ。ついてこい。すぐ行く。ちょっと一回待とう、あいつを。はい、え？パリ、向こう、何かいる。どっちルートで来んだこいつは。はい。そこだよ、待って。来るよ、黒い怪物。左寄ってんのか。ここ、はい、そこだよ、待って。弱っていうか、結構撃ったぞ。おい、どうかの方がやっぱいいか。マシンじゃねえか。普通にアサルトライフルか。あんまりね、あんまりですね。こっちはなんもない。お、発煙剤。おっていうか行き止まっとる。お、あんのかい。集客もあった。えっ、壊さなかった。私出ないってことは共通で壊せますよってやつ。そのパターンあんの？ってことはそういうことな。あ、あのおじちゃんがいたとこやん、これ。現地おじいが。あれ？現地おじいやん。動かないよ。ああ、そっとしておこう。現地おじい！一人ぼっち。そういうこと言ったろうなよ。あら、モイラのスマホやん。こいつは、あの子のだ。また、趣味の悪いガレやな。ママ、ポリー、私、もうダメみたい。早く、みんなに会いたい。会いたいよ。ああ、パパ、ごめんなさい。やめろ、お前は悪くない。ポリー、なかなか切ないですね。大丈夫だ、行こう。あの子の無念は俺が必ず晴らしてみせる。ちゃんとこんなに、なんか食料保存してあんのにダメだったか。チェスまであったのに。じゃあ AK 見ますか。干渉に浸ることもなく。で、威力が？お？今上げてんだっけ、ダメージ。うわぁ、AK のが低いん。あと60発入っとるからか。引退ですね。相談数とかじゃないんで。あ、ちゃ、解除しちゃった。砂も650しかないのね。バリーにもショットガン使わせてあげてほしいけどな。おっと、鍵？もう持てぬ。あ、ナタリー持っといて。まずは外に出よう。離れるなよ、ナタリア。ちょ、待って、持てぬ、もう、何？ルビー握りしめとる。くーもーりーって言いながら、お亡くなってたんかな。ちょっと超ゴタイム。
こっちもちょっと早くポーチが欲しいっすね。まあこんなもんか、しゃあないの。お、下水道老人の日記、1988年。もうどっから読む気やねん。そっからお前5ページしか書かんかったん。娘が生まれた。名はイリーナとママがつけた。去年死んだ俺のばあさんの名と同じだ。反対したがママには逆らえない。目と鼻が俺にそっくりだ。口元はママだな。島の短い夏に生まれた子は丈夫に育つと聞いた。今年も最高のおかげで島の景気は最高とかつって、へへ。それもこれもイリーナの恵み。親バカだな。こんな暮らしがいつまでも続いてくれれば娘を安心して育てられる。次は94年7月に飛ぶん。お前6年何があった。毎年7月19日に書くんか。イリーナが6歳になった。早いものだ。近頃はパパの真似をするとママが怒る。算数が得意なのはママよりばあさんの血だ。いよいよ危ないと噂だった鉱山資源が空っけつ、そこをついたようで家もすっからかんだ。このままで俺も仕事がなくなってしまう。イリーナのためにも頑張らねば。急にどん底人生になるな、おい。2000年、6年後、6年に一遍の人か、お前。イリーナももう12歳。俺とも口を聞かなくなった。何を考えてるのか睨む時だけ俺の目を見るぐらいだ。そっくりなのが気に入らないとはいえ困った。ザインに来た資産家の女のおかげで俺にも仕事ができた。枯れたはずの鉱山に新しい施設を作ったとか。ザインっていうのは今いるこの塔ですね、確かね。でやっちまったわけですね、この化け物だらけのとこに。島の連中はやれ救世主様だの聖母様だのだなだ聖母様だのともてはやしているようだが、俺は気に食わない。金持ちは親友するなんて死んだばあさんも言ってた。とはいえ助かってるのは間違いないが。お、8年。ちょっとサボった2年。イリーナが20歳になった。来週から鉱山に働きに出ることになった。誰が？イリーナが？おう、俺は反対したが、あの子が聞くはずもない。頑固なの、俺にそっくりだと去年言っちまったママも言ってたが、その通りだ。このおじいさん、老衰で行ったんか？施設の連中を嫌う俺は、今では町でも変わり者扱いだ。きっとイリーナはそれも嫌だったんだろう。それにしても気がかりで仕方ない。次はいつ会えるんだろうか。おう、1年後。娘と別れてもう1年だ。財には病を抱えた者が溢れてどんどんおかしなことになってる。あの女が俺たち何かしたに違いない。おお、確信。ばあさんの言いつけを娘に守らせるべきだった。もう手遅れだ。俺は全てを捨てて町を出た。おお、娘も。しかし島から出るのは不可能だ。この下水道に逃げ込むのがやっとのことだ。イリーナ、お前に会いたい。必ず助けに来る。俺にはお前だけが最後の希望だ。老衰です。あ、ビンビン。ここで手に入ってたのね。全く目に入んなかったぜ。こんなとこで一生過ごすね。まあまあ、なにこれ、ゴキブリ食ってたんか、お前。きついわ。あ、大丈夫。お、一緒に来て。今行く。うん、遅いからちょっと言ってみた。あーん。もう、止まってますね。ちょっと待って、あれどうやって飛んだじゃん。ちょっと待ってね。もう一方通行なんですよ、あのシャッター見たら。撮りたいのよ。もううちらじゃ撮れんってこと？いや、上とか行けないよな。どうやって行ったんこれ。マジカル行くルートくんないだろう、だって。水増やすみたいなギミックなかったよな。登れないし。撮りた！これは向こう側やもんな。何すんのここマジで。ナタリン、上に上がれるか。なんか出るわけじゃないもんな。こいつは一向に起きねえしな。ダメか。こうちょっと上がってさ、トントンといけへんのかな。無駄にプレイ時間が伸びていく。もうわな、渡れないんだもんな。全く関係ないもんな。ナタリンがなんか、さあ、くぐって
行けるルートみたいなのがあるわけじゃないもんな。いや、しんど。マジ？欲しいよ。ダメ、もうめちゃくちゃ離れてる。最初のとこまで来ちゃった。いや、これもなんか、あれかな。ひょっとしてだけど、水門、開けっぱにしといたら取れたってことか。ぽくない？そんな気がしてきたぞ。あのクソみたいなアサルトライフルと二択だったってこと？水門あのまんまにしとけばさ、あの水が溜まった状態でいて、難易度は上がるけど、あれが取れるみたいな。お？なにあれ？そう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 。これさ、え？なんかあのちっちゃいミノムシみたいなやつなんじゃないの？当たんない。クソ無駄打ち。え、何すんのこれマジで。石当てんのかもしかして。違う。なんかこれ、おお、擬態幼虫、そういうことなんだ。へえ、そうだったのか。石当てるゲーだったんか。あの見えない虫マン、そうだったのね。それだけ判明しただけ、まあいいか。気づくかい。シュートリアルいるわ、あんなもん。じゃあ、戻りまーす。これもう無視。知らん。どうせ大したもなんかねえんだよ。俺には実績の方が大事だってわけだ。いや、ちょっとショックやけどな、やっぱ。はい、もう戻れません。地域あそこに何かいる、気をつけて。なんかピンって言った？あそこ潜ってけってか。そこに何かいる、気をつけて。ネズミだよ、ネズミ。も、マグナム近くにいる、まだ見つかってないよ。行き止まりだな、うん、あそこに何かいる、気をつけて。上からか。確かめんのに石を使っていく。行き止まりだな。あ、ちょちょ、マグナム取ってねえ。俺なんかこういうパターンでさ、なんか取り漏らし一個あったんだよな。うんしょ、うんしょ。石持ってるね。あ、でも結局ここで落とすんだよ。意味ないのよ。中にチェ、そっちから水門を開けてくれ。分かった、待ってて。あんま大きい声出すんじゃないの、ナタリ。バリー通知を取ったよ。これじゃないの。あ、反応ある。お前ナタリのパワーでいけんのか、その硬そうな水面。リゾダタリア、そのときだ。つったとんな、あのさん。水面ってことはでもね、ワンチャンありそうなんですけどね。
一緒に来て。今は難しい。ははあんだあいつ。今は難しい。危ない。間違えて撃ってもうた。パイソン間違えて撃ってもうた。ナタリア、しまった。こいつを開けてくれ。わかった。マシピス？ライフルか。しまった。今しょうもな。ナタリア守るとはためとはいえのやつや。他は起きてこない。一緒に来て。今は難しい。言わせたいだけ。ボリしたらいいもん。バリー戻れないよ。どうしよう。進むんだ。この先で合流できるかもしれない。進むんや。ハブサファイア。バリー、これ壊して。無視すな、お前。ナタリーが叫んでんねんからか。あら、あ、そこ置いてるやん。進めない。チャー。トーア、トーア、進めないよ。ナタリー、ちょっと黙ってなさい。状況が見えていないのか。ハンドがね、ハンドがいっぱいあるんだ今。マグナム、サファイア。ぐらいの子供にせかしていくスタイル。なんであんだけあって死ねんだよな。さあどこで起き上がんだこいつは。おっと、バリの世話しなあかんっていうのすごいな。もう腕パンパンだよバリー。痛いけない子にさせるで。チェ、あ、またバリーこれ壊して。また
ドワーてめえ。だって俺が想像してたのと違った。あ、走ってた。撮ってないなと思った。これ。うーもうリーのやつやんけ。惚れない系男子やん。はい、ちょうだい。あれ、トップ、ソイラテ。あ、ちょっとバリーこれ壊してはやってねえわ。どこだっけ、これか。消えた。こいつらはさすがに復活するか。あ、ビンビン。パンパンだなと思って今。消毒余っとるからね。配備して。この状態でもバリにペロって渡せる。すごい。この状態でバリーと調合プレイができてしまう。プレイって言うとそういう変な意味になっちゃう。おまっ、あ、セナマ、おわまだ反応が立ってきたな。さあどんどん開けていっちゃうよ。レアパーツボックス。リベレーションズファンとしてはね、違法パーツがいいんですけどね。違法パーツって聞くとね、ちょっとああなるほどってなるしね。こっちはいけないし、お兄ちゃん戻れないよっていう割には普通に開いてんな。おーっと、おじちゃん Help me。当たんねえけど爆発させたろうと思って今やったんだけど。なんか食らってる。あ、ここ行けって書いてあるね。下の地もできたんか。なんかまたあったんかな。いや、めんどくせえ、やめろ。一旦ここでどうですか。こっち見て。
くないよ。近づいてきてる。何ね。どういう怪物、こっち見てないよ。バリー、向こう、何かいる。この状態でお前、透明の敵やばいね。あれ、赤くなっとる。ここか。近づいてきてる。ゾーンはとりあえずは抜け切ったかな。じゃあちょっと行くか。これもスピードランとかしてる人すごいむずいやろな。あ、水門を。わかった。使いすぎ。ふもり、やんやん。1まで来ましたよ、4から。ちょっと応援してくれるなんか。笑い男みたいになってるやんけ。笑い男わかんない人、あの広角機動隊見てください。ナタリア、こいつを開けてくれ。開けとるっちゅう。ついに石ゲットンや。またここから降りるわけじゃない。こいつこのボンナを、うん、にあ、そうやってヘルプできたんだ。知らんかった。結局落とすんかい。ちょっと待って、じゃあこの石不自然だな。あの虫いいんじゃないの。虫が、ちっちゃい虫。うん、ナタリンセンス発動の儀。
面食らった。いやーきっちりの。やばいやばい、あはははは、何これか、あはははは、汚い、嘘やん、どっからや。いやーちょっとケチったのがやな、ハンドガン急に出んの汚くない、だって。僕もうナタリ下に下ろそう、もうとっとと。それが範囲や。見てないと酒開けるか。3体もおったん。いや、バリ来たん。じゃあ、無視しよう。もういいよ。とりあえず戻ることはとりあえずはねえだろ。失敗あんな、おい。えいやー、アサルトタマちゃん。いやー、でもやっぱバイオはバイオっすね。やっちゃいますね。おや、さあ、あいつに石投げてみたいんだよな。近づいてきてる。くそ、もっと待って、早っ。石はもうちょっと上メカだったかな、上メカだったかな。プロポーズ。
っち上がっても一緒かこれ。ひょっとしてだけど、ひょっとしてだけど、ナイスチン。ちょ待って、ちょ石持ってへんのかい。てか煙幕そうか、こうやって援護すりゃよかったんだな、ナタリーも。衝撃、何いつやと、ここで。え、もやもやあんのよ、ここに。あ、ひょっとして石を上に投げろってこと。こんなとこでそんな頭使わす。ああ、小さになってる。あ、一回よかった。ライフル玉ちゃんケース、そんじゃねえんだよ。石が向こうか。謎に石がいっぱいある理由が分かったぜ。なったやんけ。まあいいんだけど。いやー、いっぱい見てたのよ、あのちっちゃいモヤモヤ。まさか石をぶつけるだとは思わんかったな。相変わらずロードの際にはカクカクします。やっと出られたな。よし、やつの足取りを追うぞ。うん、やつの足取りを追う言いましてもね。すまないな、お前まで付き合わせて。うん、何があったのか知りたい。だから一緒に。わざわざナタリーでやってる。おっと、ゴイスバトルアリーナですね、これは。ここは役目を終えた採掘場のようだな。アホほどいるやん、透明のやつもいれば。ちょっと一回じゃあここで切りますね。これは完全個人的な事情なんですけど。はい、ということでご視聴ありがとうございました。めちゃくちゃ長いことやってもらった。いやー、ちょっともう一回死んじゃったのが心苦しいですがね。全部でもう何回死んでんだろう。まあストーリーもね、ちょっと佳境となってきちゃったところですんでね、もうちょっと続きやっていきたいと思います。ではでは皆様、おつかれんげる。また次回お会いいたしましょう。まったねー。